意外、ちょっと残念だった。何が知らなかった。あれはもう強引に右行かないとダメなんだなっていう、いい勉強になった。知らなかった。道あると思ってた。じゃあ行けると思った流れで右と左にポンポンって上がれるから行けなかったね。大事だと思うんだよね。ここ、こんなクリニックなの。気にしてね、ママ。なんか私、くる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 け、この手に提供してる。くる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 け、おまみた。相当意地悪だぜ。おみじぎですね。これはどうしようかな。行っちゃうか。
車あるじゃん、ね、でもここに LH システムはそろそろありますよ。着く前に車が横転するんじゃないかと思って、うん、荒船大和だ、うん、あーなんかあと3日前ぐらいにまた戻りてえな、うん、また私を宮城に連れてってくれ。安かったな、しょうがなかった、答えなかったな今まで。まあでもしょうがない、でもいいことを知れたな。あれだったらなんかいけるね、気兼ねなくっていうのもちょっと怖えな、こっちかい、ありがとうすればいいもんだよ、バイク怖えな、うん、俺なんかこのこっち入ってくるんだろう、なんかあんじゃないの右、やったらみんな左に入ってくるね、分からん、同じ顔しなまあ別にビビんないからいいけど、別に車線がおかしくなるわけでもねえし、みんなマクドナルド行きたいのかな、マックギロチンかこれ、なわけねえ、バイクが怖いよさっき、ガッションしそうだよね、うん、そう、それあげたいけど諦めた。右を出しな。今だ、今入るんだ。わかんないけど入れてやるから入れ。バイクも突っ込まねえだろいくらなんでもこの状況で。うん、なぜだ。なんでみんな左に。
なんかあるよこれ。いや、こういうのは、理解のは分かるよ。すぐ左行きたいね。あ、コミュニティだったね。いってらっしゃい。杉並ナンバー、さっさと。こういうのは分かるけど。なんでみんな左来たのか話し合ったんだよ。普通、右だったら分かるけどね。はい、急げーっつって。いや、なんかあんじゃん。虫歯俺が殴って抜いてやるよぐらいの勢いだよなあれ。